あと、ひろかさんの団体。やっぱ来てるんですね。踊れないんですけど。え、ほんとひどいです。一緒にやっていいですか。やるかい。やるんですよ。はい、じゃあ、じゃあ歌おう。じゃあ、歌おう、エミちゃん。あの、言っとくね。コヌッピーマイクじゃないから。コヌッピーマイクじゃないから。え、じゃあ、二人で歌ったら。あ、二人で踊ったら。本当に踊れないんですけど。でも、踊るって自分で。聞いてください。踊った時には、あの、足を負傷して。筋肉を負傷してて。骨折はしてないですよ。2人で並んで歌いながら私ちょっとちょっとごめん、本当にごめんね、相談してくる。大丈夫ですか。大丈夫。ヒロカさんさっきこうやりました。あー、かかっちゃった。あ、これできないです。できないです。ゲーを乗り越えて追うならば、緑さんも、緑さんも、はい、そこで宝探しに行ったんだ。高い雲の上にもない、青い海の底にもない、本当の宝物ってどこ。光輝く宝物、君に出会って気づいたよ。みんなの心の奥にあるみたいな。やべ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 。ごめんごめん。音楽ストップ、音楽ストップ。止めて止めて。戻れないです。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あの、ごめん、いい感じだったんだよ。いい感じだった。すごいすごい、ごめん、ごめん、すごいすごいいい感じだった。ごめんね。あの、クミちゃんもいいやつやってたし、あの、何、同期、あの、マネージャーさん、すいません、ストレートにちょっと言わせてもらっていいですか。大丈夫。いや、最後なんかこうやって踊ってたじゃん。踊ってサビの時間によっしゃーって。あの、俺は悟空じゃないから、本当に。私踊りも下手くそって言いながら自分から出てったよ。いや、あれ、みどりさんでめっちゃ良かったの。まあ、ずっと、いや、音わからないから、もう踊らんと踊っちゃう。どうしくじゃない。あー、ね、生歌ダンスでみーちゃん可愛かったらピーってますし、今の方見てみたら、今の方が荒れてる気がするんだけど。あら、ハッピー。みどりさんダンス最高。みどりさんが全部持ってきました。みどりさん最高。みどりさん、あはははは。ちょっと待ってね、すごい昨日がひどいけど後ろもひどい。おい、誰がひどい。やばい。みどりさんが最高すぎる。ちょっと待って、これすごいぞ。にゃんこスターって来てる。いますよね。よく言われます。ごめんね、にゃんこスターってね、あなたたちも含まれてるから。みんなにゃんこスター。みんなもう、あんた、ひろりさん、さすが関西の地、ひろかさんをいじめないでください。手首を見るの。いじめてんでしょ。こうやっての皆さんですからね。皆さん、ひろかさんはいじめてあげません。ひろきちさんは OK です。4月11日、新大久保でライブですっていうことですね。あと、エミリさん歌いやされますよねって、すごい、翔平くん頑張れ。笑いもまだ小さい平くんだぞって、翔平の翔が多分小さい平だって。言っとくけど、これ別に芸人じゃないからね。え、芸人じゃないの。ちょっと待って、お前芸人やるわっていう感じでね、俺の知り合いが見てんだよ。あれ違うの。違うよ、俺違うけど、あの、最近本当になんか、認知症の、ほら、俺介護やってるんだけど、はい、認知症のおばあちゃんが真顔で、いつ吉本出るのって出ないよ。これただ真面目に仕事してて、認知症のおばあちゃんから俺芸人だと思われてるんだよ。そう、ほんとね。まあ、こっちのことだから。まあ、仕方ないな。最近、だって大津さんの、あの、ジャマックスで俺がなんかいいなって思う。ちょっとやりながら最近 V で頑張ってるんだ。あとね、コメントいろいろ来てますよ。はい、よし、行こう。はい、ということで、たくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。あの、コメント募集してますので、ぜひ皆さん、あの、いっぱい読めるかは、全部読めるかわかんないんですけども、なるべく読んでいきますので、皆さん、そう。でも最後は読みたいな。読むな読むな。だって読むなって言うけど、翔平くん戻ろうってきてるんだよな。翔平くん、言うなってのは、不利でしょ、芸人としては。まあまあ、芸人の茶騒ぎますからな。クミちゃん、はい、踊るか。なんで巻き込み事故こんなの。巻き込んでない。最後、みんなで踊りましょうよ。え、何、3代目の流星。いや、3代目の流星。なりたいんだよ。わかった。なりたいのはわかった。せっかくにあの来ていただいたんだ。じゃあ最後も5人でみんなで踊りましょうよ。まあ頑張って。ちょっとごめん。ちょっと。ね、待って。これはいいよ。ちょっと相談します。これはいい。まあ別にね、もうちょっと教えてもらうでしょ。で、まあ大丈夫。それじゃあ。ひろかさんをいじめてください。違う。いじめてるじゃん。あの、確認しないと、あの、あ、ビル自信が出るかもしれない。自信
そう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 、さっきの救急車もしかしたら全長車かもしれない。でもそれこそダンスとかこれができるとかないです。あの、よさこいできるんですけど、ずっとやってたんですよ。じゃよさこいやってやって。もうよっちゃったらもうやるしかない。やるしかないよ。本当にいいの？本当にいいのね。クミちゃんもできるでしょ。いや私もできないの。じゃあよさこいの踊りもクッピーの曲でどうぞ。え、ちょっと待って、それはできない。できない。よっちゃれっていうやつが。え、よっちゃれ。俺に言われたら恥ずかしいから。よっちゃれっていうやつがあるんですけど、あの、それなら踊れます。じゃあ踊ってください。お願いします。え、どんな、どんな曲ですか？え、みんな知らないですか？ぶっちゃ、なんかもう二度とダンスやらないでくださいね。マネージャーと打ち合わせない。ちょっと翔平くん。大丈夫。大丈夫ですか？分かった。こっちだ。ね、もういい。翔平さん、もういい。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 ごめんな。ちょっとやっぱり来たり来ない。ああ、もう、あ、そのね。翔平くん。翔平くん、本気でそうだすわ。ごめん。ごめん。カンペ見せるわ。マネージャーからガチです。はい、もう、ひろかさんもよく自分から私踊れますし、さっきのちょっとあの名誉挽回名誉挽回でも、よかったですね、ひろかさん好感度上がりましたとか、あのひろちゃん大きいかとかも、あの、良かったり悪かったり、あのプラマイゼロみたいな感じになってます。いや、だからもうここでね、配信じゃ見れないダンスとか、まあ、いろいろ見たことないですかね。笑い疲れて眠いツッコミ。いやでも今日なんかコメントいっぱい来てくれて嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。200コメ以上目標にってみんな。あ、そうなんですか。この配信始まってそんなコメント一回もしたことないです。やめなさい。自分の番組やるかしたことなかった。あるじゃん。コメントとかしたくらいだ。でしょ。ないな。はい。いや、でも本当にたくさんのコメントありがとうございます。頑張りたいと思います。髪切りました。バイバイバイ。え、それこそダンスずっと勉強したりとか。ダンスはあまり得意じゃないんですけど、練習してます。ひろかさんよりは、ですよね。ひろかさんよりは、大丈夫、そのセコンダも言ったら。そうなんだよ。そうなんだよ。誰でもそう思いますよ。ごめんね、ごめんね、あの、本当にごめんね。あの、ひろかさんよりはっていうところは可愛かったんだけど、俺逆にひろかさんより踊れない人間を想像しちゃねえよ。なかなかのやつ。そうなんですよ。いや、だって何か練習したいですね、踊りを。三代目、三代目とか言う、三代目。三代目って言うんですか？流星。足が、でも足の問題が。足取れば一緒に動かないやつですか？いや、そうです。ごめん、人間って足取れば一緒に動く人間だよ。北海道県民どうした？え、北海道って道民って言うの？道民って言うの？予算校とかで。難民？難民じゃなくて、苦労してるみたいな。四万十か。そう、俺県民だもん、鹿児島県民。なんで、不倫？不倫？出てない。悩み不要、悩み不要。どうもどうも。悩み不要や。関西人とか言うの？あ、そうですね、関西人。不倫？不倫、めっちゃつぼるやん。鹿児島の人だって大阪弁っていう、関西弁って言わない、大阪弁っていう。まあでも、まあ悪くはないですもんね。まあどっちにしても、まあ一緒じゃ一緒ですからね。でも京都弁の方が綺麗。綺麗って言いますよね。でもさ、京都歩いてそうだよね。うん、本当です。でも着物着たいですね、やっぱり。全然鹿児島の霧島行ったら着れますよ。え、本当ですか？着れます、着れます。ね、あれ、ああいうの着て、やっぱり観光したいなって。そう、あの、そのチラシをもらいたい。ちょっと撮ってきてじゃん。じゃあちょっと話やっといて、うん、実際ね、本当に、はい、鹿児島で和服を着て見れるっていう。さあ、今から翔平くんの宣伝タイムに入ります。いや、そう、それをこれぜひ。これがですね、あの、和服で参拝ラリ霧島神宮ってのがありまして、霧島神宮っていう神社があるんですよ、タワースポットに。それをこの和服を着てレンタルして、切符まで全部してくれるの。南さんって方がいるんだけど、すっごい優しいおばちゃん、うん、南さんがいるの。南さんがね、やってくれるんだけど、これがあの、鹿児島の空港とかにもポスターになって貼ってあるんですけども、ここで和服を着て参拝できます。男性のも今年からできまして、実はこれカップルとか夫婦とか家族で着ることができるんですけど、事前予約が必要なので、よかったら行ってみてください。で、あとこれで男性男性はできない。あ、そうなんでも女性女性はできる。そう。なので。あれですね、プリクラと一緒ですね。あの、男性同士。あ、そう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 。やっぱり男性同士だとね、でもやっぱり男性同士でもいいかなっていう、ほら、あるんだけど、そう、今男性同士でね、恋愛する人も多いし、よくね、本当に。そういうのも。
本当世界的に認められてきてる。久美ちゃんどこ見てるの？それを見てた。あ、どういうこと？画面の翔平君を見てた。いやいや、真面目に顔見てるから。あ、そうなんだと思って、うなずいてた。そうで、なのでこれを着れば和服も着れる、着ながら神社を参拝できますよっていう。大絶対。3000円で着付けして。安いですね。着付けもしてくれるし。何とかは。やってくれないと思うけど、近くに美容室とかもないんだけどさ、でも多分ある程度はしてくれるんじゃないか。あとはね、ちなみにこの和服で参拝誰がしたかっていうと、はい、ローラさん、女性のモデルもローラさんがした、そうで男性バージョン誰がモデルって言って鹿児島の人から呼ばれておいた。だからこのポスターの横に普通にローラさんの写真飾ったんだ、鹿児島。それだからローラファンの方とかもよかったら霧島神宮行ってみてください。霧島市観光協会の案内所っていうのがあるので、行ってみてください。よろしくお願いします。ごめんなんか宣伝に使っちゃって。いやいやいや、でも本当にそう思ってたんで、いいなって、京都は行きたいなって。京都、だから逆にそういう京都とかのイメージがあると、逆に鹿児島だったりとか、他のそこの県とか、都道府県どこ行ってもだけど、俺たちが知らないイベントっていっぱいあるよね。北海道何回出たの？氷祭り。ですね、雪まつり、はい、まあ、山崎もパン祭りやってますからね。山崎は何メーカーの話。山崎のメーカーの話。あ、もらえるから。あと一日中その鎌倉で過ごさなきゃいけない祭りが。何それ、罰ゲームみたいな。で、ね、あの途中で帰る人もいたりとかしたらもうゲームさんもう失格みたいな。で最後まで残ってる人が勝ち。サバイバルじゃん。イベントじゃない。高いんですね。あの鎌倉でもなんか、そう、うん、思ったより鎌倉ってのは雪でできた。いや知ってる。何してんの？いやあれで小田切り。何してんの？神奈川。北海道だった。